はい、えー、皆さん、こんにちは、えー。春でございます。えっ、ー、と、今日はですね、えっ、ー、と、昨日の続きですね、えー、今日はですね、えー、助手席側をやりました。はい、助手席側もですね、えー、ハンマーで、ハンマーで板金してから、つ、えー、けたんですけれども、もうね、どうにもなんないような、このドアの隙間はあるんですけれども、ここはもうしゃあないですね。とりあえずですね、あのー、下、 なき、のなんかいい感じになりましたね。左側も。はい。で、よいしょ。まあちょっと今、塗装したばっかなんであんま触れないんですけど、下もですね、叩いて、ああ、見えないね。見えないか。電気つけて見えないかな。ああ。はい、えー、ハンマーで叩いてですね、わかんないね。 <laughs> はい、バンキン、えー、できました、えー。これでですね、えー、助手席側と、で、運転席。えー、昨日やったところですね、えー、こちら、えー、終わりましたね。でですね、あのー、次の一応予告です。予告をやりたいと思います。あのー、ボンネット、うん、というかあのヒューズ。はい、あのー、JB23 乗ってる方しかわかんないと思うんですけれども、 これヒューズボックスってね、わかりますここにあるんですよ。あ、見えないかなこれ。しょ。しょ。えー、っとね、ここ。あの、運転席。あの、運転席。入ってですね。えー、ここにあるんですよ。これ多分皆さんやりづらいですよね。これとんのね。で、やりづらさの上にですね、これ。 あ、じゃあ、これだ。あの、結局ですね、ここにヒューズがあって、で、よいしょ、これね、ボンネットもですね、あの、引っ張ると、ボンネット開けるやつですね、ちょっと。えっ、ー、と、わかりますかね。あ、ここですね。これ。で、これがですね、またね、邪魔なんですよ。この、 これが何かと邪魔。邪魔してるんです。で、あのー、よいしょ狭い。これね、ロールバーついてるから余計ね、この辺をいじるときにね、まあ、これが邪魔なんですけれども、あのー、そのボンネットのワイヤーも、えー、邪魔だし、邪魔だらけなんです。で、あの、私のボンネットはですね、 えっと、クライムマックスさんの、えー、FRP ボンネットに、えー、交換してあるんですね。はい、こんな感じで。はい、でですね、まあ、この、まあ、これが動くわけですよね。はい。で、あのー、実はですね、このボンネット買った時にですね、こちら。はい、あのー、ボンネットピンですね。 え、俗に言う、あの、ボンピンってやつですか。私のはですね、あのー、よいしょ。これはですね、あ車検対応です。車検対応のエア,エアロキャッチってやつなんですけれども、これはあのー、よいしょ。はい、あのー、メイドイン、UK、イギリス製です。はい、本物です。 はい。これ結構偽物が出回ってるらしいんですけれども、私のは、えー、本物なんですね。で、これをですね、付ける、今度は動画を撮りたいと思うんですが、あの、はい。今ですね、ちょっと台座、えー、いろいろ、えー、迷ったんですけれども、ここがいいかなと。はい。で、あの、いろんな方のインターネットとか、えーえー、パソコンで見てたんですけれども、 えー、このエアロキャッチはですね、この面がですね、あのー、まあ、ここに収まんないと、えー、ダメですね。これがですね、こう押すとですね、バカッとこう開くんですよ。で、開いてこれをこう開けて、この穴に。で、この穴に、よいしょ。じゃ、結局は、えっ、ー、とね、こういう感じで入って、えー、わかるかな。 えー、わかりますかえっ、ー、と、これが、これがもうボンネット側につくんですけれどもね。これが。で、こう閉めたときに、これがカチャッと、ここに入って、このピンがここにこうやって、ですからですね、こう入んなきゃダメなんです。ですから、普通のボンピンみたくですね、えー、っとね、この赤い棒がですね、ボンネットにこう出てるっていうのは突起物としまして、車検に通らないんです。 これをここにこう素直に収めなきゃいけないということはですね、えわかりますかこれを閉めたときにですね、ボンネットを閉めたときに、これが、要は、ここのつ、ここの面ぐらいで終わらなきゃいけない。ということは、これが長いとダメですね。はい。ということはですね、これを短くしなきゃいけない。えー、最初切ろうかなと思ったんですけれども、ここの下にですね、まだあの、余裕があるんでですね、これ、 貫通させて、貫通させて下まで入れちゃえばですね、これがもうちょっと下まで入って、で、ここのボルトで調整できるという、わかりますか <laughs> 言ってること。<laughs> はい。で、付けていこうと思います。で、今日ちょっとやろうと思ったんですけれども、もうですね、夕方なんでですね、明日も仕事なんでですね、今日はとりあえずちょっと、どんなか、どこにつけようかなっていう場所だけですね、えー、ちょっと、えー、当てがってみました。 はい。ちょっとこれ、ボンネット閉めてみましょうかね。はい。で、こんな感じでですね、えー、一応ね、位置をもう一回確認したところ、これ、ここちょっと段差があるんですけれども、多少ね、ここがね、段差にこう、かかっちゃうような、こんな感じですね。こんな感じでつくことなんですね。もちろん、あの、向こう側もありますね。で、これ閉めるときはこういう風にやって、よいしょ、カチャッと。 まあこんな感じで、向こう側を置いてみますか。よいしょ。よいしょ。まあこんな感じですよね。こんな感じになると。うん、これはですね、車検対応なんですね。はい。こんな感じで。そうするとですね、 え、いちいち、えー、ラチェット、あの、思あの、運転席に行ってですね、ボンネットを開ける必要もなくなって、この方が楽だと思うんですよね、それに。はい。えー、それにちょっとなんかこう、んなんかエンジンいじってんのかしらみた,、ね、<laughs> み, <laughs> かンンみたいなね。ミーハーなもんで。なんかエンジン乗せ書いてあんのみたいなね。ミーハーなもんですいません。あの、<laughs> まあまあ、これをですね、えー、今度次回取り付けていきたいと思います、はいえー、それでは、えー、春でございましたさよなら